っちゃんです。今日もね、何でもない日ですけども、とりあえずまた置き時でちょっとうまく立ち回って頑張っていきたいと思います。では行ってきます。
はい、今終わりました。まあ早速ですけどね、今日は、投資が1万円で回収が3万3000円、2万3000円のプラスということで終わりました。で、まあ1台目引っ掛けた、まあ1台目っていうかね、まあ4台目ぐらいかな、朝ちょこちょこ回って4台目ぐらいでヒットして、でその台がまあ挙動は悪くなかったんですけど、なんとなくねちょっと中間ハマりっていうのがちょこちょこ出てきそうな気がしたので、まあちょっと大移動したところ、それがね結構早い段階で連チャンにつながったので、で結果的にちょっとねうまい具合にそれが、まあ、10連ぐらいしたのかな。うん、でまあまあ、目標日当としてはね、お茶の場合2万円は目標日当として掲げてるんで、まあとりあえずそれをまあ超えたんで、超えたっていうのと、あと200ゲーム超えて、まあ当たりがなかったっていうので、まあ一番最初の台に戻ってもよかったんですけど、まあその目標2等をね、また下回って、チャラまでなっちゃったらちょっと嫌だなと思って、で、まあ早々とちょっともうやめてきました。うん。まあ、うまい具合立ち回れたのかなとは思うんですけどね、他にね、ちょっと狙える台っていうのもね、あんまなかったんで、うん、まあそういう時はね、もうの目標2等がね、自分の中で掲げてるんであれば、それクリアしてるんだったらね、もうやめちゃってもいいかなっていうふうには思います。無理に打たない方がいいと思います。ね、うん。またそういう感じでね、うまい具合、いい動画が撮れたらいいかなと思いますんで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。